今日はですね、日曜ですね、お昼、アラビアータ。まあ、たけるくんがね、アラビアータ好きだとは言ってましたが、辛いのが好きって言ってましたけど、これ超辛ですよ。超辛アラビアータってやつ。スコーピオンっていう、あれですね、唐辛子、タバスコが入ってるっていう。食べたことないんですけど、ちょっと行ってみようかなと思います。そして、それ合わせるのが生パスタですね。リング入れの生をいってみようかなと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。見た目はね、めちゃくちゃうまそうに普通のトマトパスタですよ。でもこれが超辛、激辛超えた超辛ですよね、のスコーピオンっていう唐辛子を使ったアラビアータらしいので、ちょっとこれを食べていきます。パッと見はね、全然美味しそうですよ。本当によくできた感じですよ。レストランで出るような。まずは、夏日和。ちょっと今日ね、梅雨の合間の晴れ間っていうんですか?みたいなんで。少し暑いかな。美味しいです。相変わらず。そしてこの、アラビアータですね。超辛アラビアータっていう、スコーピオン。っていうね、唐辛子が使ってるらしい。それを生リング入れで和えてみたんですけど、こんなに大丈夫かな。ちょっとこれいきますよ。うん、うまい。辛いですけど、死ぬほど辛いってことでもないですね。うん、全然これぐらいだといきます。エビいきます。うん、よいよいよ、なんか全然うまいっすよ。うん、あ、うまっ。もう少しガーみたいなのを予想してたんですけど、ま、今じんわり辛いですけど、うん、でも大丈夫ですね。全然味わってこれから食べていこうかなと思います。なんか LINE のね、たけるくんの LINE がなんか入ってきましたよね。なんか映画デートがどうの、映画デートし、あれなんか今日やってるんですかね、もしかしたら。あの、流浪の何かで。今日なんかあれですよ、日曜なんですけど、梅雨の合間で晴れてるんですよね。今すごい晴れですよ。びっくりするほど。晴れると嬉しいですけどね。いや、ほんとでも今日20日ですよね。今日で緊急事態宣言が終わりますね。今日でほんと終わり、長かったっすよ。まあだからってなんか変わるのかどうなのかって、まん延防止がどうのってなってますけどね。ただ僕の中で本当に、今まで本当になんかね、用事があって外行っても、その用事だけ済まして帰ってくるっていうのがものすごく寂しくて。やっぱりなんかこの用事を済ませた後、あ、ちょっと一杯一人飲みして帰ろうかなっていうのが、ここ1ヶ月以上、一ヶ月どころじゃないのか。まあ、4月ぐらいからですよね。ゴールデンウィーク前ぐらいからできなかったんで、ちょっと辛かったっすよね。それが一応はなくなるということなんですけどね。僕、その埼玉なんですけど、埼玉まん延防止だったんですよ。東京がね、お酒が全面禁止というか、緊急事態宣言が出てるんで、そこにね、近い隣接してるような埼玉の都市部っていうんですかね。まあ地区は全部まん延防止措置がなされて、一緒にね、東京と一緒にお酒禁止になってたんですよ。だから僕は飲めなかったですけどね。結構奥地に行かないと無理なんで、そこまでする、近所にブラッと行きたいだけなんで、そこまでする意味もなかったんです。できなかったんですけど、やっとね、解けるんですよ、それもね。一応埼玉がまん延防止措置が残ってる部分っていうのが、埼玉市と川口市なんですよ。それ以外はまん延防止措置が省けるんで、僕が住んでるところは省けるんですよ。楽になったんですけどね。楽になったっていうのかな。気持ちがね、いや、楽になりましたよ。もう早速明日から行ってきますよ。明日ちょうどね、僕ね、銀行とか郵便局とかね、回ろうと思ってたんですよ。ぐるっと回って、終わった後に、
早速ですよ、なんか焼き鳥屋とか行って昼飲みするかなと思って、まあ、どっちかする、焼き鳥か焼肉で行きたいんですよね。もうずっと焼肉行きたくて、で焼肉屋さん空いてるんだけどお酒飲めないとね、僕は意味がないというかね、焼肉をこう焼いてそれをビールぐっと行きたい派なんですよ。焼肉を焼いて飯でいいって感じじゃないから、やっぱり特別ですよね焼肉は。もうそれをずーっと夢見てたんで、あ、それがやっとできるかなっていう楽しみが今渦巻いてますよ。今もう考えただけでもうワクワクしてる感じですかね。少しはね、こう気持ち的にね、解放感が出ます。やっぱね、自由ってね大事だと思いますよね。自由の逆は多分不自由とか、あとまあ規制とかね、制限とかになると思うんですよ。でも 100% の自由ってのは良くないと思うんです。ある程度の制限は必要だけど、いわゆるこう主権制限ですよね。人の、人間の行動を制限されるっていうのがやっぱりどうしてもきついですよね。これをやってはいけないみたいなね、制限っていうんですかね。今までできてたことがやっちゃいけないんだよって言われると、まあ人というのはなかなか気持ち的にね、きつくなってくものであって。あれ、やっぱりこう、基本的人権の尊重ってね、日本は保障されてますので、主権制限はしないっていう国ですから、それが民主国家のね、成熟した民主国家のもう最低限のあり方なので、やっとその民主国家に戻ろうとしてるかなというところです。ということで、ちょっと気持ちも軽やかになりつつ、また YouTube 頑張っていけたらなぁなんて思っておりますんで、よろしくお願いします。クーラー当たって気持ちいいの？また寝てるの？また寝てるんですか、あなたは。ねえ。また寝てますか。白目向いて寝てる。あら、不細工な顔になってるね、あなたね。あら、不細工な顔になっちゃって、白目向いて。あれだら、白目向いちゃってるよ。かわいい子だね、ほんとね。寝ちゃうの。寝ちゃうの。寝るの。目閉じんの。また白目になるよ。あら、白目向いて。ねら寝る。あ、かわいいね。白目向く。あれ、ブサイクな顔になっちゃって。ブサイクな顔になってるや。かわいい顔が。あら、ブサイク。怖い顔になって、怖い顔になって。あらららら。かわいいね。かわいい子だ。かわいい子ちゃんだ。